松本対焼け跡の死骸1警戒というのは湘南鯛町に居住していて毎日そこから汽車で東京あるいは横浜へ向かう連中の有志から成り立っている一種の社交クラブであった現在の私は 神奈川県の丹町に住んでいるがつい1年ほど前までは慶長の海岸に居住していた関係から委員や世話人たちとは、今でも別婚にしている。古い委員の一人の富田君から今度の霊界は横浜の日進県で開くことになりそれに当日は「珍客佐伯氏を連れて行くから万鐘を繰り合わせて出席せよ」と手紙で勧めてきた。 いつも暇の多い私のことであるから誘われるがままに飛び入りをすることにした問題の佐伯氏は私の中学時代の友達でその頃からボート教であった家庭も相当で素行も悪いようではなかったがどういうわけか点々と学校を渡り歩いた末ようやく神田辺りの中学を出るとすぐ会員の群れに投じてしまった。 私が彼を知っているのは中学校の3年級まででそれからもう20年近くになるがその間まだ顔を合わせたことはない5年前の秋確か欧州戦争の後半期であったと記憶するがどこで住所を知ったか私の留守中慶長の家を訪ねてきてダチョウの卵の殻でこしらえたタバコの灰落としケープタウンの土産 置いていったその頃は平野下級船員ではなかったらしい同じく彼を知っている警戒の富田氏の話では彼は監督賞の試験に合格しておつ主一等運転手の免状を持っているとかいうことであった彼の経歴についてはそれ以外何事も知らないそう彼は私と同じく東京者であった。 彼は小作りなキリッとしたた顔立ちの少年であった私とはかなり気が合っていて3年休になった年の夏休みには当時葉山の一色海岸にあった私の父の別荘で私と一緒に10日間ばかり泊まっていたことがあったさて警戒の霊会が開かれたのは暑い盛りの某月15日であった。 帝国通り日進圏の3階へ行くとそこにはもう十数人の連中が涼しそうな水色の電灯の下ではたはたと白線を動かしながら他愛もない雑談に打ち供じていた私は二三の顔なじみの連中と挨拶を済まして一堂から離れた窓際の長いすに腰を下ろしてシガーの煙を吹いているとどこから来たか富田が私の肩に手をかけながら言った。 いやしばらく今夜はよく出てきましたねところが君佐伯は昨日から急に行方不明になってしまったので連れてくることはできなかったよ先生のことだから相変わらず昔のままで風船玉のようにどこへでもフラフラと行ってしまうと見えるよ大方東京へでも行ったのだろう兄貴の家はやっぱり大崎にあるのだろうからねそうかもしれない しかし僕らは別段用件があるわけではないからどこへ行こうと勝手な話だが今日の例会には是非出席して久しぶりで君に会いたいなどと言っていたっけやっぱり警庁に住んでいたことがあるのかね確か半年ほどだったよ警戒の創立当時で君が警戒へ来るよほど前だったしかも発起人の一人だったのさ その頃は大阪商船の横浜支店へ勤めて相当にやっていたようだったがおととい会った時はどうしたわけかすっかり様子が変わっていた話したたまえ、一体にあった経緯おとといの日曜散歩の帰りがけにステーションの前へ出ると広場でぱったりと顔を合わせたのさ。 話を聞くと佐伯はとっくに船会社を辞め上海で商売をやっていたがこの不景気でそれも思うように行かず日本へ舞い戻ってきたということなんだ長崎へ着くなりすぐ上りへ乗って登場したが大船へ着いた時ふと気が変わってそこから列車を乗り換えて慶長へ来たのだそうだ当人の言うには7年前に住んでいた慶長が懐かしく思われたのだそうだ あのような人間でも貧乏すると小説的な気持ちになるものかね。富田は面白そうに笑った。小説的で思い出すが、男ぶりがいいせいか、佐伯の噂が出るたびに決まって恋愛の問題があったじゃないか。今度も大方そんなとこじゃないか。大きにそうかもしれない。とにかく僕は最近を家へ引っ張ってきて一緒に昼飯を食べた。 も君の噂も出た。僕らの例会が2日後にあると聞いて是非出席すると言っていたすると君僕のテーブルの上に乗っていた警戒の会員名簿を食っていた先生がいきなり顔を上げて「この男は誰だね?」と言いながら名簿のうちのある箇所を示すじゃないかおおそれは誰だねそれは君横浜で 富田が言いかけた時洋服を着た3人の紳士が入ってきてそのうちの1人が笑いながらそばへ寄ってきたので富田は話をやめて立ち上がった「お珍しいですねひろいさんその後ますますご繁盛のご様子で結構です何ですかこの説は慶長のご別荘にもあまりお見えにならないようですが」と田の言葉に相手の紳士は応用にうなずいて やっぱり貧乏暇なしというところでしょうねぇ。せわしいので別荘のことなどもとんとん忘れておるほどです。と言いながら私の方をちらっと見た。富田は除災なく二人を引き合わして。えのきさんは今は横浜に住まっておられますがつい先頃まで慶長にいた我々の仲間ですよ。と言った。その点では、 私と同じですな。私も今は横浜に住んでおりますよと紳士が言った私は受け取った名刺に目を注いだそこには「日華貿易会社社長広井幸造と記してあった彼は六尺に近い風采の優れた四十滑降の紳士であるやがて食堂が開かれた 集まった会員の数はようやく20人ほどに過ぎなかったがいずれも直接関節に知り合った中であったから遠慮のない高話が至る所に起こったそのうち食事が済むと一同は喫煙所へ戻って番茶を入れさせ新しい話に花を咲かせたさすがに夏の夜も更けた早い人々はそれぞれ会費を払って帰って行く 私は返り品に廊下であった富田君に別字を交わした時ふとさっきの話の続きを思い出して「佐伯君が名簿を見てそれからどうしたのだっけね?」と尋ねたそうそうそれは君さっき君に紹介したひろいさんなのだよ。先生はしきりにひろ井さんの身元などを詮索していたがきっと知り合いなのかもしれぬ。 いさんは幾度も海外へ行った人だし佐伯は船乗りだからね人間はどこで友達になるかわからないものだよと富田君が言った私は「多実の再会」を訳して歌詞の日進圏を出た降るような星月夜であった海の方から吹いてくる爽やかな夜風がひやびやと頬をなでていった 私は偶然にも玄関で一緒になった廣石と肩を並べて同じ方向へ歩くことになったなもここのののくらいいいいのにすすしとで2人は小ざなりの会話を交えているうちにワ橋の電車停留場に着いたが電車はなかなか来ない2人は次の停留場まで歩くことにした。 私はポケットからタバコを出してマッチを吸ったが風のためにすぐ消されて何本もマッチを無駄にしていると彼は自分のつけたマッチを両手で手うぶにして「さあおつけなさい」と物慣れた調子で言った闇の中に行き出した広氏の姿を私はその時初めて気がついたというのはすこぶるうかつな次第であるが セルの薄ねずみ色の上着にクリーム色のズボンをはいてすっくりと立った姿は一部の隙もなかった両手にかざしたマッチの明かりに水晶のカフスボタンがキラキラと光ったようやく神奈川行きの電車が来た2人は同じ電車に乗ったが藤棚へ帰る廣石は馬車道で日本橋行きへ乗り換えた私は丹町の家へ着くと 手早く寝巻きに着替えて、楽々と長い子に腰を下ろした。夏の夜は、更けたと言ってもまだ電車があるくらいで、酔いっぱりの私にとっては、床に入るにもったいないほどの時間である。茶を入れさせ、歌人を引き下がらせてから、私は悠々と勇敢を読んでいた。それから30分もたったか、気がついて耳を澄ますと、 遠くでしきりにしっかの反殖が鳴っている往来がざわざわとにわかに騒がしくなってきた私は縁側の雨戸を開けて辺りを見回したが家の近所は高い樹木が茂り合っていてまるっきり眺望がない屋根の上に覆いかぶさるような青霧の葉が強い風に揺らめくたびに空の星が一緒に動くように見えた どこにもののが見えないので、私は雨戸を立ててこへ入った目がさえてなかなか寝つかれない佐伯の幼顔や商売に失敗して日本へ戻ってきたというおはうちからした様子などが目まぐるしいほど目先にチラチラしたするとたちまち廊下の電話機がけたたましくなりだした私はびっくりして飛び起きるなり 廊下へ走り出て受話器を取り上げた。聞きなれない女の声が。せわしなく私の名を呼んでいる。二。電話の主は思いがけぬ広一氏の夫人である。もしもし。お宅は江の木さんでいらっしゃいますか。やぶん遅くなってお電話をおかけして申し訳ありませんが。 お主人様はお戻りでございますか私がえのきでございます。一時間ほど前に帰りましたが、何か御用でいらっしゃいますか私は答えた。さようでいらっしゃいますか。お呼び立てをしておそれいります。どうぞお許しくださいます。ご承知のことかとも存じますが、ただいま、宅の事務所のある和井町は火事でございますのに、宅が警戒からまだ戻ってまいりませんので、 もしやしたらお宅様にお伺いかと存じましてお電話をおかけいたしたのでございます。広井さんはとうにお宅へお付きになっているはずですがどこかでお寄り道でもしていらっしゃれば格別ですけれどもそれで電話で心当たりを尋ねましたのですが一向わかりませんのでございます。会場の日進券へ聞き合わせましたところがあなた様とご一緒に帰ったと聞きましたのでことによったら 主人はお酒にでも酔ってあなた様のお厄介になっているのではないかと存じましてどうも失礼いたしました夫人の当悪げな様子が目に見えるようである男手がなくてひどく困っているらしいこうして電話機の前に立っている間も反栄は盛んになっているパタパタと足音を立てて往来をかけていく人々の話し声が手に取るように聞こえてきた 広石と私とは同じクラブ員でしかも同時に会場を出て停留場まで一緒に歩いた行きがかり上私も多少の責任を感じないわけにはゆかなかった正直なところ私は奥さんという人の話しぶりにチャームされたそれに常に様相をしているという評判の美人だけに半ば好奇心と同情から私は ぶだけの力を尽くす気になった私は事務所の所在地を聞き後からお知らせすると言って電話を切ったそれから素早く身支度をして外へ飛び出した坂の途中にある乗り付けの車宿の前では浴衣がけの引き子が23人往来へ出て大声でしゃべり合っていた私はすぐ車の支度をしてもらって人混みの激しい中を火元へ駆けつけた 山下町へ入ると赤い炎がすさまじい勢いで延々と空を焦がしていた本町通りから海岸へ寄った Y 町20の倉庫とそれに付属した建物はすでに消防府も手のつけられないほどに紅蓮の火炎に包まれさらに猛火はそれに続いた林家のシナ人洋服屋に燃え移っていた上の空はすっかり曇って 強いいが縦横に吹きまくっていた。私は広い市の事務所が焼け落ちたのを見極めて直ちに車をひっかえして藤棚へ駆けつけた広い家は奥まった静かな横通りの突き当たりにあった門をいっぱいに開け広げつま先上がりになった植え込みの影のこじんまりとした洋館はどの窓にも明るく電灯がついてうちの中がざわめいていた 鳩葉色のアフタヌーンの上に真っ黒な金車のケープを引っ掛けている夫人は事務所の焼けたことをすでに知っていた顔色こそ優れないがかかる非常な場合にもテキパキと雇い人たちに必要な命令を下していたこのような騒ぎのうちにも色石はまだ帰ってこなかったそのうち日頃懇意にしているらしい土地の人々が 入れ替わわりり立ち替わり見舞いに来た。その中には兄さんの見知り腰のクラブ員の顔が見えた私はいろいろと夫人を元気づけるような慰めの言葉を残して広い家を出た家へ帰って一寝入りするとたちまち翌日になった朝食を済ましてから何より先に広い家を訪ねた広い氏は まだ規定していしなかったある予感が私の脳裏をかすめた彼はこの重大な出来事をよそにして一体どこへ行ったのであろう私の通されたのは玄関の脇の清楚な客間であったピアノの脇の棚にしおれたダリアがそのまま花瓶に投げ込んである黒大理石の置き時計や アルバムの積み重ねた間に南がホープタウン土産のダチョウの卵を応用してこしらえたたばこの灰落としが目についたそれは私が佐伯からもらったものと同じであった偶然の一致とでもいうものであろうかとかくするうちに東京から夫人の親戚が集まってきた焼けた事務所の後始末は当分そのままにしておいてもしかたがないが 主人の拾いが帰宅しないのは何より不安な空気を家中にみなぎらしていた協議の上とりあえず警察へ捜索願いを出すことにしたそこへ前夜火事場へ行っていた親戚の男があたふたと刑事を連れて帰ってきた事務所の焼け跡から何者とも判明せぬ黒焦げの死体が発見されたから代表者にすぐ刑所まで見に来いということであった それを聞くと居合わせた人たちは思わず顔色を変えて立ち上がった前夜からの辛労に疲れきってほとんど人心地もないような婦人を促して私らはとりあえず軽所に自動車を走らせた所長の金山氏は亡くなった私の父の友人で日頃から別婚の間柄であったから何かにつけて便利が多かった私らは 警察医及び係官の立ち会いのもとに署内の薄暗い一室に収容してある黒焦げの焼死体を見分した気丈な夫人もここまでは来たもののさすがに恐怖に耐えかねてか入り口に立ちすくんで両手で顔を覆ってしまった死体はほとんど原形をとどめず完全に焼却していた粗末な戸板の上にゴロリと無造作に投げ出している死体からは 一種異様な周期が発散している夫人はわずかばかり燃え残っていた死体の着衣の一部分を見て焼死体は広井氏に相違ない旨を申し立てたつい昨夜まで元気よく談笑していた広井氏の変わり果てた姿に無然として言葉もなく立っていた間もなく一同はそこを引き上げた別室の机の上に 焼けただれた金属製のカフスボタンと18型の金時計が置いてあった「よく改めてくださいこれも消費者が身につけておったものです」と係官が言った時計の蓋を開けると「帝広井幸吉君和歌山市商工会一同」と記してある広井市の出生地は和歌山県で土地の生産物を海外へ紹介したとかいう角で 市の商工会から表彰された記念の時計であると私は後で夫人から聞かされたカフスボタンの表面にはおぼろげに KH と刻まれた広い石の生命の頭字を読むことができたがその刹那ふと思い当たることがあって私は首を傾けたどうですこれはご主人の所持品にそういないでしょうな係官は せきたてるように言った夫人は「黙ってうなずいてみせた」所長と係官が窓際へ寄って何やら小声で話し合っているところへ鋭い目つきをした2人の刑事がドアを開けて入ってきたそのうち1人が私を尻目にかけながら所長に耳打ちをすると所長は私の方に顔を向けて「榎木さん あなたは帰ってもよろしい奥さんは残っていてくださいと厳かに言った何かなしに室内の空気はみるみる緊張してきた私ももう少し残っていたかったがそうは行かなかった軽所の門を出たのは午前の11時であった3 私の足は知らず知らず桜木町駅へ向かった私はどこへ行くとは明らかに意識していなかったが佐伯の行方を尋ねるためにぼんやりと大崎の彼の兄の家を問うつもりであったのかもしれぬ品川で商船を乗り換えて大崎駅で下車した十数年前の大崎と今とはまるで別物のように変わっている ついぞ用のない土地であったからそこを電車で通るたびに新しい家が増えていくのは気づいていたが思いのほか人家が立て込んでいるのに私はびっくりした踏切を越えて高台へ出ると学校があった私は古い記憶をたどってようやく佐伯家を探し当てた私は取り次ぎに出た女中に佐伯商事の在庫を訪ねたが 女はけげんな顔をしてそのような方はいらっしゃらないが奥へうかがってくると言って引っ込んだきりなかなか出てこない私は根気よく格子先に立って待っているとしばらくして品のいい老婦人が現れたそれが佐伯の母であった「上海を引き上げるという便りはちょうど10日ほど前にありましたが」 まだこちらへは戻ってまいりませんでございます。もう日本へ参っておるのでございましょうか。この13日に友人が慶長でお会いしたということですから、あるいはお宅へお帰りになったことかと存じまして、お伺いいたしたわけでした。お宅は横浜だそうで、お遠いところをわざわざいらしていただいて、本当にお気の毒さまでございます。まあ、ちょっとお分がりだすったらいかがでございます そのうちに兄は帰って参りままりしょうと存じます。兄は鄭心症の方へ出ておりますがご存じのとおり弟の方は不出来でしていつも親や兄に心配ばかりかけております。あなた様はやっぱり船の方のお方でいらっしゃいますか佐伯の母は少年時代によく遊びに来た私をすっかり忘れてしまったと見える。 しかしそんなことはとにかくとして佐伯の帰っていないということは少なからず私を考えさせた私は丹町の番地を記した名刺を置いて佐伯の家を辞死去った大崎駅から品川へ来て桜木町行きの電車を待つ間に私は二三の夕刊を求めた三面を開くと二号活字で大きく 焼け跡から疑問の死体という見出しの下に昨夜の記事が詳細に掲げてあるすなわち昨夜から今朝にかけて十数個を焼いた山下町の火事のこと火元と目されている貿易店の焼け跡から店主の無残な焼死体が発見されたこと店主は藤棚に壮行な邸宅を持っている広井幸吉という紳士であること広井氏は 慶会の会員で失火のあった当や横浜日進圏で開かれた慶会の霊会へ出席したことなどで大方私の知っている内容ばかりであったが欄外に続いた外事件の広報を読んで愕然としたそれは藤棚にある広石の書斎の机の引き出しから もみくちゃになった一通の脅迫状を発見した当脅迫状の差出人は広い氏に支援を抱いているもので差出人の要求に従えば広い氏は火災の起こった当や脅迫状の差出人に会ったはずになっているということだ警察側では焼け跡に残っていた T12 号の金庫の扉が開けっぱなしになっていて 中身がことごとく紛失しているところから、広石氏は、脅迫者の要求を入れて、党や事務所において人知れず何者かと会見し、その結果、相手に殺害されたもので、加害者は、反石をくらますために放火したものであると推測を下し、13日の夜、すなわち強行のあった2日前の晩、藤棚の広池家に近い坂下の荒物屋でタバコを求め、 しきりに広い池の様子を聞いていったという怪しい男の行く先を減誕中であると記してあったなお新聞紙はお定まりの誇張した筆致で荒物屋の主人の談話として唯一の嫌疑者と目されている怪しい男の要望及び服装などを付け加えていたそして警官は目下某方面に出勤しつつある故、犯人は 一両日のうちに逮捕の運びとなるであろうと言っている右の記事を読んでいるうちに今までの私の考えがぐらついてきた13日の日曜の午後警長庁の富田の家を出た佐伯は一体どこへ行ったのか私はその夜警所に金山署長を訪ねたがすでに帰宅したあとだったので心安い間柄ゆえその足で自宅へ立ち寄ってみた わわせの悪いときはしかたがないものであいにくどこかへ出かけられて留守であった私は広石の死をめぐる奇怪な出来事を考えながら田町の家へ帰ったそのころから珍しい夏の雨がしとしとと降りだした9時すぎにどこからか電話がかかってきた金山社長かなそれとも 広井氏の夫人かなと思っていると取り次ぎに出た女中がブツブツ小言を言いながら部屋へ入ってきて「旦那様お電話でございます」「お名前を伺いましたが旦那様に出ていただければわかるからとおっしゃっていらっしゃいます」と言った私はすぐ電話口へ立っていった私は佐伯だがね ご無沙汰をしているとよくはわからないが遠くで男の声がしている実はねある重大事件が起こってまごまごしていると僕がその事件の犠牲者になりかけるのでしばらく世をのぶことにする君は大崎の兄の家などへ行ってしきりに僕の行方を探しているようだがどうか当分の間このまま見逃しておいてくれ そのうち僕は身の証しを立てて自分から世間へ名乗って出るよどうぞよろしく願う待ってくれ君は佐伯か君は今どこにいる佐伯は私の答えも待たずそれっきり電話を切ってしまった私は直ちに交換手に今のはどこからかかった電話かと聞くと本庁通りの公衆電話からということが分かった 私は時を移さず車でステーションまで行き駅前の自動車で本町通りの公衆電話室へ駆けつけた私はぬかるみへ降りて闇の中を透かしてみたが電話室はもちろんその界隈にもそれらしい人影は見えなかった私は注意深く電話室へ入ってみた電話をかけた本人の佐伯が見当たらなければ私の取る仕事は たたった一時しかない。こんなとっさの場合にも例のカバンを忘れずに携帯してきたのを自分ながら感心した日頃の道楽を役立たせるのはこの時だ私はまずカバンの中からテープのインチ尺を取り出して約30度の角を持って上に向いた相脇の口から床板までの長さを測りぬかるみの中を歩いてきたと思われる 床に残った靴のしみ跡と電話機の棄脚との距離を測った後で一旦外へ出たそして私の不可解な仕草をあっけに取られて見守っている自動車の運転手を返してしまってから便所に拡大鏡と強度の懐中電灯を持って受話器の破を調べにかかったそしてキャメルヘアブラッシーおよび白いパウダーで 新しい親指の指紋を3個だけ発見することができた私はそれらを守備よくカメラに収めてから電話室を出た翌朝金山所長を訪ねると「榎くん昨夜の夕刊で見ただろうが」。 い石のうちからある男がい石に宛てた脅迫手紙が発見されたよ。これが本人の書いた筆跡なら君の得意とするところだから早速鑑定してもらうのだが法文タイプライターだからすこぶるいかんだね。もっとも佐伯と署名してあるがね。と言いながら彼は藩士に記した一通の書状を示したどれちょっと拝見。 法文タイプライター結構です種類の多い英文タイプライターだって専門家が鑑定すればスミスで打ったかアンダーウッドを使ったかわかると言いますからね私は笑いながら手を伸ばして所長からいわゆる脅迫状なるものを受け取ったすでに小生に住居を知られたる以上は何事も天命と諦むべし会見を拒むは いたずらに死を招くのみなり夜12時全便申し入れたる場所において待つ佐伯12日手紙には簡単にそれだけのことが記してある私は繰り返し繰り返し手紙の文句を読んだ肝心の全便というやつが手に入らないのが残念だよと所長はそう言いながら 待ち設けるように私の顔を見守った。私は思い当たる節があることに「十二日」という日付の文字が私の心を軽くしそれから重くかつ寂しくした「金山さん私は今日から10日間のうちにあなたをびっくりさせるような事件を片付けてお目にかける」と言って警鐘を出た。 私は寂しい藤棚の広い池を訪ねて残された未亡人に対して何くれとなく手助けすることを怠らなかったがそれと同時に金山所長の部下のものをして彼女の全身を表せることも忘れなかった広い池では生前の華やかさにはにもつかぬ形ばかりの葬式が営まれた葬式が済むと未亡人は叔父とかの住んでいる東京の麻布へ移ってしまった 彼女を知る人々の間にはさまざまな取り沙汰があった夫の書なのかもすまないうちに家を離れた彼女の態度を足ざまに罵る者も,もあれば保留な彼女の身をかばって思い出の多い藤棚の家に住むことに耐ええないのはかえって夫を思うからであると同情を寄せる人もあった事実彼女は夫の葬式の日も ようやく付き添いの者に助けられて玄関でひつぎを送ったほどであったその間私は夜となく昼となく絶えず何者かに後をつけられていたそれは印番店を着たどかたの者であったりシナ人の行商を装っていたりバスへの養殖屋のコックらしかったりあるいは新聞配達らしかったりした私は ある恐ろしい予感から警戒を怠らなかったが彼らがその上手を起こして危害が刻々に迫ってくるのを感じた私は一策を案じてある雨の降る夕べ金山所長に依頼して二人の制服巡査をよこしてもらった私は彼らを家の中へ入れると服装から持ち物まで変えてそのうちの一人になりすまし本物の巡査と連れ立って家を出た こうすればまさかに私をえのきとは思うまい私らは軽所の正門を入って2階の一室に姿を消したそれから数分のうちに私は旅行カバンから普段着を出して変装をといた私はその夜から東京ステーションホテルに滞在することになった私自身は一切外出をしないが 金山署長から借りた二人の刑事は私の命を受けて麻布に住んでいる広い未亡人の行動を厳重に監視している私はその二人から絶えず電話を受けていた私はちょうど欧米のいわゆるステーション詰め探偵といった形式でいついかなる時もそのまま旅行に出られるだけの用意を整えていたするとそれより三日目の朝 刑事から電話で夫人は目黒駅から品川駅を回って神戸行きの下りに乗ると知らせてきた私は時間を見計らって夫人と同じ列車の臨室へ乗り込んだ途中何事もなく三宮駅へ着いたのは夜の9時過ぎであった夫人は多くの下車客の間に混じって人目に立た,たぬように改札口を抜けると人混みの間からすっと と現れた宿引き風の男に荷物を持たせて二人は暗い郊外から車に乗った二人が鉄道線路に沿った G ホテルに入ったのを見届けておいて私は三宮署へ向かった私はかねて金山市から所長に宛てた紹介状をもらっていたので何かと便宜がよく G ホテルの二人の宿客を容易に警察へインチすることができた 警署,の署長を前にして半ば冗談らしく公言した約束の10日間より5日遅れて私は最も簡潔な手段で反責をくらまそうと企てた殺人放火の重罪犯人を検挙することができた犯人というのは山下町の事務所で焼死した体に見せかけた広い構造を本人である。 焼け跡から現れた死骸は言うまでもなく我々の友人佐伯であった拾いの全身はつまびらかでないが彼は現在の横浜に住む前長らく上海にいて実質のない幽霊会社を創立し株主の払い込んだ数十万の現金を着服して蓄電したもので佐伯とは別婚の間柄であったということである 余震における犯人の陳述に従えば佐伯が弘いの事務所を訪ねたのは14日の夕刻であった何かの用事でただ一人店に残っていた弘いは佐伯を奥まった事務所へ案内した店員はことごとく退出した後であった弘いと佐伯とは金銭上の問題から葬論となり掴み合いとなり弘いは相手の喉を訳して 誤っってて死に至らしめてしめまった。我々をして言わしむれば佐伯は相手の弱点につけいって金銭を強制するだけの十分な秘密を握っていたのである何はともあれ廣いは誤って殺人罪を犯してしまったが死骸の処置に窮し翌夜警戒の機とひそかに事務所に放火して自ら焼死した体にして 犯行の隠滅を図るとともに事務所に付してある物品保険料5万円を返収する所存であったということである死骸の着衣を変えカフスボタン時計等の不燃焼物を死骸につけておいたのは拾いの仕業である金庫の扉を分け離し物取りのせいらしく見せかけておいたのも法文タイプライターで偽の脅迫状をこしらえておいたのもそれから 佐伯小籔の声色をまねて本町通りの公衆電話室から密かに電話をかけて起こしたのもことごとく彼の細工であった広い夫妻は神戸から愛携えて朝鮮へ高飛びする計画で三宮駅へ出ていた宿引き風の男というのは広い自身の変装姿であったことは言うまでもない榎木君 あなたのおかげでやすやすと犯人を逮捕することができたが一体君はどういうところから拾いに目をつけたのかね犯人の引き渡しを済ませた翌晩金山氏は愉快そうに微笑しながら問いかけた第一私は死骸を一目見た時から拾いにしては小さすぎると思いましたそれから次にはカフスボタンですが火事のあった晩すなわち 警戒ののあった15日の晩、一緒に日証券を出た時き、ロいがマッチをつけてくれたのですよその時は水晶のボタンをはめていながら死骸のそばに落ちていたというのは KH と頭地を彫刻した金属製のボタンでしたねそれも不思議の一つでしたが問題の脅迫状にご丁寧にも佐伯と署名したのは大出来でしたけれども 日付の12日というところですっかりしくじってしまいましたよ肝心の佐伯という男は12日にはまだ日本へ着いたばかりで岩国あたりを記者にゆすられて走っていた頃でしょうよ飛行機にでも脅迫状を積んで行かない限り12日付の手紙が横浜へ届いているはずはありませんよそれに私は 広井氏の書斎にあった法文タイプライターを調べた結果「日」という字にちょっとした傷のあるのを発見しましたのであの脅迫状が広井氏所有のタイプライターを用いて書いたものだということが判明したのですことに私に確信を与えたのは焼死したはずになっている広井が佐伯の名を使って私に電話をかけたことでした広井は六尺に近い大男で 最近は5尺23寸の丈しかありませんその晩電話をかけて起こした自動電話機の総話機の口金と床との距離および靴の先と電話機の棄却との距離によって電話をかけたものは6尺近い大男であることが推定されるわけですそれから受話器に遺留してあった親指の指紋です3つの指紋のうち2つだけからは とったひろいの指紋とぴったり合っているではありませんか私はひといきにこう語り終わるとほっとしたような気持ちになって忘れていたたばこに火をつけたご視聴ありがとうございました松本大作のほかの作品はこのようなものを朗読しておりますどうぞ。 合わせてご視聴くださいませ。